よし。はあ？はあ。ロノ。おい。よし。俺は。マジかよ。だと？ん？はあ。ちまったく。やれやれ。俺は、はあ、ちは。こんな狐野郎と誰が協力なんてするかよ。こっちのセリフだ。はあ、どうにかしてこいつらを協力させる方法はないだろうか。こんな狐野郎と誰が協力なんてするかよ。こっちのセリフだ。はあ、どうにかしてこいつらを協力させる方法はないだろうか。そうだ、お前ら握手でもしてみたらどうだ。握手？そうだ、少しは互いに協力の精神が芽生えるかもしれないぞ。ほら、二人とも手を握ってみろ。手が腐る。念入りに消毒しないと。お前ら、もういい。とりあえず今日は解散だ。腹が減ったな。まったくあいつらは。朝からご苦労様だね、ハウレス。まったくあいつら二人は全然協力しようとしないし、本当にどう扱っていいのやら。だけどなんだかんだハウレスの言うことは聞いてるじゃない。は？どこが？鬼教官の強制腕立てメニューをこなすなんて普通できないって。誰が鬼教官だ。冗談だよ。でもあの二人はなんだかんだハウレスのことは尊敬していると思うよ。バスティンだってハウレスの言うことには従うことが多いし。そうか、フェネスは甘いからな。
君が無知だからね。せめて俺は飴でいてあげなくちゃ。俺も無知ばかり振るのは疲れるんだけどな。じゃあハウレスが飴の役をする？ロノに偉いぞ、さすが、なんて言える？絶対に無理だな。ほらね、飴だってそれなりに大変なんだよ。そうだな。じゃあ当分飴はお前に任すよ。了解、鬼教官様の仰せのままに。からかうなよ。でもハウレス、屋敷の執事たちがなんとかまとまってるのはハウレスのおかげだよ。ん？いきなりどうした？褒めても何も出ないぞ。主様がいなかった間、なんとか天使たちを防げていたのはハウレスが先頭に立ってみんなを導いてくれたおかげだ。本当に感謝してるよ。別に俺だけの力ではないだろう。全員の協力があってこそだ。それはそうだね。だけど以前と比べて天使たちの数も力も増えている。俺たち悪魔執事がもっと力を合わせないと、この先かなり危なくなるだろうね。確かにな。主様が来てくださったとはいえ油断はできない。俺たちが一人でも欠けたらそれこそ人類の危機だ。だからこそ頼りにしてるよ、リーダー。フェネス、ずいぶん人任せな言い方だな。もちろん俺にできることは何だってやるよ。問題児へのお説教以外はね。ああ、そんな役回りはいつも俺だ。ベリアン。それはいい。わかりました、ごめんね。いえいえ。よかった。
なるほど。かしこまりました。主様、なるほど。しかし、はあ、私は。主様、頑張ります。よろしくね、ルカスさん。では、はあ。